大河終わりまして1年もやってるし、早く終わった方がホッとする気持ちの方が強いかなと思ったんだけど、結構寂しさが込み上げてきて、寂しさはやっぱ紛らわすためにね、何がいいかなと思って、手っ取り早く自分の気持ちを高揚させるものって物なんだよね。だから物についてみんなに聞く、ちょっと謎のツイートをしてみよう、久しぶりに。ファッションについて質問。10代から本当に流行りとか安価とか全く気にしないんで、どう思いますか？今更ながらいいんじゃないですか、流行りとかって気にしなくても。僕は全く気にしないです。自分の好きなものね、着ていいんですよ。流行りってだって何って思うんですよね流行りって何ですか？だって今年の流行りの色とかさ、あれ何なの？誰が決めてんのあれ。そういう風に決めてる方になんか文句じゃないですよ。なんか疑問ですよ、素朴なね。草薙さんも全然流行りのって言われても気になったりすることないですか？僕らはね、スタイリストさんとかいらっしゃるので、お任せしてるっていう、なんかそういう方たちが流行りを気にしてくれてるので、最先端のファッションできてるのかなっていうか、自分としては全然同じものが好きだよね、結局ね。だから、俺の中の流行りだってずっと流行ってんの。だから、ね、自分の流行りでいいんだよ。それが流行りか。ずっと流行ってんだから。デニムとか、革ジャンとかがずっと流行ってる。ものすごい昔、いいともで着用していたミッキーマウスのスカジャン。こちらの詳細を教えてください。これどこ行ったかな？着てたね。なんか好きでね。どっかこれも行っちゃった。気に入ってたんだよな、これ。なんか謎になくなるんだよね。誰かあげちゃったんだろうね、これもね。エースっていうブランドなんだよね。そのブランドを覚えてる。好きだったから。今でもアロハとか持ってる。フードファイトで着てたアロハがこのエースっていう。誰にあげたかとか覚えてないんですよ。持ってっちゃうのかもしれないね聞いてくるときは「いいこれ」って、もう見てないでもうなんか「いいよ」って言っちゃって、朝起きたら「あれ、あの服ないな」みたいな。そういうのただただあるね。気をつけよう。帽子が好きです。いわゆるハットと呼ばれるようなかっこいい帽子をカジュアルにかぶりたいんですが、合わせ方やかぶる時のコツ、選ぶ時のこだわりポイントが欲しい。あ、ハットね。かっこいいですよね、ハットってね。なんかおじいちゃんになってさ、ハットとか似合うようになりたいなって、なんかどっか願望あって結構難しいよね。確かにね、ハットってバランスがやっぱさ大きいしさ、靴がね結構ポイントになってきたりとか、僕は結構ブーツ合わせたりとか、僕やっぱ背丈とかないしスタイル良くないから頭でかちみたいになっちゃうんですね。そのためにちょっと下にボリュームを効かせるっていうか、だからヒールがあったりとか、そういうものに合わせた方が合いそうな。私コットン 100% のジーンズが好きなんですが、最近はウレタンが入っているのが主流でして、なかなか好みのものが見つかりません。おすすめブランド教えてください。あー、いや、俺ね、わかんないな、ブランドな。なんでもいいですから、つってんだけど。わかんないです、すいません、つって。いや、なんか、ウレタンとか入っててもいいんじゃないですか、なんか。まあ僕は結構コットン100が好きなんで、女子なんかはね、あんまりジーンズ育てたりする感覚とかってないのかな。すいません、答えられなくて。以前から服に合わせる靴下の色や長さがこれで合ってるのかなって正直わかりません。よくはジーンズ多いけど、靴下にも。あ、でもこれコットンなの、これコットンなの。これ気持ちいいの、この。なんかオーガニックコットンみたいなやつよね。だけどこういう色ってさ、もうすぐ歩いてたらさ、汚くなっちゃうじゃん。だけど気持ちいいから、ちゃんと洗濯して履いてる。当たり前だけど。やっぱりさ、地肌にね、こう触れてるからね。吸収もいいし、汗とかもさ、長く使えるしさ。なんかやっぱ肌触りいいのが好き。色とかのこだわりってあるんですか？結構ファンの方からいただいてて、靴下は。なんかこういうの好き。白。なんかそうだね、色汚れちゃうんだけど。ブーツのお手入れしていたいです。僕はほとんどしないですね。オイル塗ったりもしないし、あんまり。とにかく履いてる感じかな。やっぱたくさん持ってるってのもあるんだけど、そんなにもうメンテしなくても大丈夫。そのカサカサになってきたのが結構好きだったりとかするから、よっぽどカサついてきちゃって、オイル抜けてんなってなると、たまにオイル入れたりするけど、履いてるとブーツとかって、こう人間の熱で皮も柔らかくなっていくの。だからこういう皮とかも今着てるじゃないですか。熱がね、人間生きてるから、体温によって中でこう蒸らされてるっていうか蒸らしの技術でしたから蒸らしですよね。熱によってこう柔らかくなっていくんだよ。だからこう着ないと履かないと風通さないと柔らかくなっていかないんだよね。熱伝導ですよ。これもねそんなに着てないの。でも熱によって味が入っていくのがなんかエイジング加工されていくっていうか綺麗でしょ。このまだこういうほらこうもうほとんどもう全然着てないじゃんみたいな。だからこういうとこもね熱によって自分のさ動いてるとこうどんどんこうなっていくわけですよ。着て履くことですよね。皮はね特にそうだと思う。一回着ると持ったりもするわけじゃん。こうやってさそういうとこでやっぱこう自分の手汗だとか熱がこう伝わってどんどんなんか味わい深いことになっていく。この子なんかも全然ここら辺もちょっとね着てるからでやっぱこうよく動かすとこだから超いい感じだよねこれ。でもここら辺ってのはさなかなかほら動かないからさなんか味が出にくいんだけどでこうやって持ったりとかして何回もいろんなとこ行って旅をしてると今一回着るだけでこう触ってるわけだから自分の折り目になっていくわけですよ。最高じゃないファッションと体の体調を保つことは比例してますか？おしゃれは我慢という人も多いしこれから寒くなるのあなんか言いますよね。寒くても薄着したがかっこいいみたいな。我慢っていうかどうですかね。だからそれも好きで着てれば我慢になっちゃうこともあるし逆に僕なんかは夏でもエンジニアブーツとか履くから我慢ですよね。暑いのにブーツ履いてるみたいな。でもなんか我慢って思わないかな。好きなものを貫き通してたら結局我慢してたみたいな。好きなものを貫くっていうか好きなものを普通に着てたら我慢になったみたいな。私の好きなものは本や音楽だっていいですね。ところでコロナ禍でマスク生活になって、グロスを塗ることがなくなりアイメイクをするようになりました。キューポンはマスク生活で何かファッションなどに変化はありましたか？なんかもともとあんまかけないけどサングラスとかかけなくなったんですかね。持っちゃったりとかするんで帽子かぶってサングラスかけてさマスクしたらなんか全部覆われてるみたいになっちゃうからちょっとやっぱバランス合うのかね。ねいっぱいみんなくれてありがとう。みんな持ってたくさんいただいちゃってさすがに皆さん全部は答えられないんですけどカラフルな靴が好きとかやっぱり皆さん意識高くて着るものにすごく楽しんでるなっていうか。質問を受け付けときながらあまり答えないでとにかく自分の好きなものを着てというねちょっと無責任な回答が多くてすいませんでした。みんなそのなんかすごい楽しんでる感じがするしとてもいい交流になったと思います。ありがとうございます。皆さんメッセージを送ってくれてということでチャンネル登録よろしく。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。